今回は作ったケージを搬入しようのコーナーです。だいぶでかいケージですね、これは。うん、1800弱ぐらい。おー、すげえ。このケージを今から搬入します。これね、こっからね、はい、とんでもないところに入れなきゃいけないっていうね、過酷な作業が。もうここに下ろしてこのまま借りたい気分だよね。そうですねまあね、これからお客さん家に入れて、はい、ヘビーも入れてまで撮影しようかなと思ってるから。あ、はい、わかりました。これ上が辛くなるの、だから俺持ち上げちゃうから。はい、いい？持ってて。はい。下ろすよ、下ろすっていうか下げるよ。いけました。いけよ。結構ギリだな。これ入って柳さんから見て、うん、ちょっと待ってください、これ厳しいから。え、ほいろほいろ、実家下ろしてる、実家下ろしてる。嘘、180あるのに、これスペース。だってさ、まだ棒ここにあんだよ。あれ、おかしいな、180のはずなんだけど。下に入ったら、下に入っていいじゃん。開いた、開いた、開いた。で、出れる？出ようと思います。はい、せーの、入った、入りましたね。ギリギリOK。 はぁ、きつかったこれ引っ越し大変だ。ありがとうございました。じゃあ、あとは中のセッティングします。今回こちらのこう引っ越ししたいって感じなんですね。今それが 120×60、 高さが45ですね。はぁ、入った、よかった。これ中の子どれぐらいの大きさなんですか。今体重で 14.6kg、 長さは 3m ちょっと超えてるぐらいかな。あ、なるほど。やっぱりいっぱいいっぱいだ ね、 いいね。そうですね、うん、ちょっとトグロ巻いても3倍のスペースすら取れなくなってるから。あ、ちょっとそれでこのラウンジさん仕様の経費を発注させていただいた感じですね。お迎えした当時、やっぱ既製品のケージだとそれが一番大きかったんですけど、当時はいけるかなと思ったけど、やっぱ予想以上に成長しましたね。ちょっとやっぱりもうブリブリだね。そうですね、ちょっと太りすぎですよね。うん、いやでもこの大きさのズグロは本当初めて見ました。うん、すごい、ね、かなり大型の個体だと。独身40歳間近のここの一人暮らしです。はい、そのとおりです。熱も熱い、ほんと特定動物しようってさっき持った時思って。はい、厚み6ミリぐらいですか。うん、おー、すごい。ここにこのヘビを入れる。あ、はいはい、これがこいつのケージかな。餌はいらないの、これ。あ、そうなんですか。うん、おー、なるほど。あの、水の餌も何もいらない。おー、だいぶおとなしいですね、これは。うん、チョークアートの、まあ有名だから知ってる人も多いと思うんだけど、チキちゃんの描いた作品だね。1、2、3、4、5、6枚。うん、うん、もうちょっと額がないんですけど。あ、他にもあるの。これズグロパイソンですね。おお、すごい。ちょっと次のイベントで額を調達してこれも飾ろうかなと思います。飼い主は書いてもらってないの。飼い主ですか、はい、書いてもらってないですね。はい、これ線根置いてあるかな。線根わかんないですけど、これかっこいいですねすごい、爬虫類の本ばかりだ。ああ、そうだね。で、これで何買うの？網目？あ、いや、ズグロですね。
はい、まあ、アメメも行ってみたいですけど、ちょっと諦めてますね。今入ってるの部分でしょうか、そのこれですか、うん、こいつのじゃなくて、これはまあ1分の1スケールの方がいっぱいですね。じゃあなんでこうやっておくもん、なんかね、まあでも置物的要素があれになるかなとは。あー、これセンサーって、オーダーだとね、本当にこのライトもね、はい、ちゃんと言われてたから、あのサイズ、はい、このサイズでちゃんと開けてライトを当てる。すごいオーダーの差ってやっぱこれが、ね、できるし、あとこれいくつだよ、もうすごい細かく作ったんだよね、1800じゃなくて170いくつとかだよね。そう、すごいですよ、だいぶ機能的ですね、やっぱり。まあ、必要なものは大体もうこれで揃ってるような感じですよ、ね、うん、もうこれで普通に飼育ができると、うん、あ、すごいですよ、電気つきましたね。水はなにその位置なの、ちょっと不便ですね、ここだとヒッター直下でも何もいいかな、うん、あの下あたりがいいんじゃない、ああ、じゃあちょっと手前、そっちの方が背が面白いですけど、なかなかね、でも本当にまあ、ズグロってね、ちょっとやっぱり値段もお高い方のヘビだし、飼育者さんってそんなに、ね、うん、そんな多くないと思うんだけど、かなりね、このズグロはね、やっぱでかい。そうですね、うん、なんかミミズみたいな、はい、島ミミズみたいな。いやでも、いや思ったより全然でかく感じないわ、ケージが、うん、そんだけこのズグロでかいね。そうですね、うん、俺ね、もっと想像してたらもうちょい余裕、もっと余裕あるんだろうなと思ってたんだけど、そんなことないわ。むしろね、あのこのサイズにしてよかったなと思う、ケージも、うん、これもっとね、ちっちゃかったら逆にそんなに意味ねえやっていうぐらいになっちゃったかもしれない。だからこのね、ズグロは立派だわ、すごい。だってこの太さあると意外に綺麗にトグロ巻いたらそんなに奥行きって余裕ない気がするもん。うん、もっとギリギリだったと思いますね。ねえ、ねえ、いやなんかね、俺少し正直、余裕持って飼育できるんだろうなと思ってたんだけど、うん、もうほんとぴったりって言ってもいいぐらいだと思う。うん、なんかそうっすね、思ってたより広く感じないかもしれない。全然感じない、確かに。もう俺もうちょい余裕あるかなと思ったんだよね。なんか毎日見てるとでかくなったっていう実感ないですね。まあまあそれはね、こうやって見るとやっぱでかくなったっすね。うん、お迎えした時3キロぐらいしかなかったんですけど、今 14.6キロありますからね。そう、この上にまたこういうケージを置けても、あ、まあ、こういうね、ダンプ層があるからそんなにスペース的にはないかもしれないけど、上に置いても、はい、あの柱もちゃんとしっかり入ってるから、はい、ガラスが開きにくくなるとかっていうこともないから、あのいくらでも物は置いて、ケージなんかも置いちゃってもらっても大丈夫です、はい、まあ、ケージが大きくなったから、さらにね、ヘビも大きくなると思うからね、これからも飼育をね、あの頑張って大きく、国内最大のズグロをね、はい、作ってください。はい、はい、まあしばらくはね、ケージ変わるから、うん、こうどんな感じなんだろうとかっていうのはぐるぐる見て回ると思う。うん、うん、あの、いややばい、なんかずっと眺めてたから帰ろう、はい、帰りましょう。じゃあラメ食い行きますか。はい。